そうですか。相変わらずゼッカちゃんは後先を考えませんね。私がいないと本当困ったものです。ソフィアもなんだかんだ言ってみんなを導いてくれましたね。あの子はやる気さえ出せばやればできる子なので、信じてはいましたけどね。私が地球でしていたことは異常ね。他の子はちょっと把握できてないからわからないけど、各自パパやメリアちゃんのために動いていたわ。それだけは言える。ありがとうございます。きっとその行動が私たちの未来をよく導いてくれますよ。なんだ、この違和感。メリアちゃんはこの場面で、確かに褒めるのだろうけど、でも何か違う。どこか諦めが入ったような。現状を受け入れようとしている。何か策を考えたりするわけでもなく。いや、私がそう見えるだけでメリアちゃんの中ではすごく考えているのかも。では待ちましょうか。ご主人たちはここに向かっているでしょうし、私たちはここで待つとしましょう。へぇ、お利口さんだね。悩むことを諦めて目先の現状に納得しようと必死だね。何が言いたい？別に、あれだけ泣き叫んでた割に現状に抗おうとしないからさ、結局お母さんの言うことを聞くお利口さんなんだなって思っただけだよ。あれだね、反抗期ってやつ。反抗はするけど内心は親が正しいと思っちゃって結局悪態つきながらも言うことを聞いちゃう的な。いいねいいね、成長期だね。親を大時期あるよね。親より自分の方が賢いとか思っちゃう時期もね。安心して、人は皆それを経験して大人になっていくんだぜ。重い言葉ですね。ちょっとその言葉を受け止めるには今の私では厳しいですよ。でもそれもそうですね。外で起きている現状をただ聞いて見届けるだけではお母様の思惑通りですよね。そうそう、嫌ならもっとムカつかないと、一矢報えるためにここでやれることしないとね。今そのチャンスが来たんだと私は思うけどね。あれ？文字が読めないぞ。本の向き逆になってますよ。でもこの場でできる策と言われても、今の私は無力ですし、誰かを動かす力はない。メルリア姉様を利用するにしてもお母様やトア兄様がいたら私の言うことを聞く優先順位はかなり低いでしょうし。ゼッカちゃんを使う。いや無理だ。地球ならまだしもここはメルトリア国。神王でも無力に等しいこの場で。私の持ち手札でご主人をどうにか阻止する手段なんて。ある。一つだけ、私の現状をご主人側に伝える方法が。ゼッカちゃんを専属神にすること。専属神には役割が当てられる。専属神が最大10名なのは主の部位を10通りに分け管理、共有することで主への負担を減らすという意味もある。心臓、魂、心、肉体、頭脳、神経、右腕、左腕、腹筋、目の10通りが存在する。私は今まで誰かが専属神になったと同時に役割を割り振っていた。専属神ナンバー1、メリアは主の心臓。専属神ナンバー2、アリシアは主の神経。専属神ナンバー3、ゼッカは主の右腕。専属神ナンバー4、カネは主の心。専属神ナンバー5、ハクは主の肉体。専属神ナンバー6、ソフィアは主の魂。専属神ナンバー7、コトカは主の目。そして最も攻撃力がある子を専属神にして、その子には主の腹筋を。もう一人は最も守備力がある子を専属神にして、その子には主の左腕を。残り一つ、主の頭脳、ご主人と思考共有し、ご主人に知恵を与える役目を持つ、専属神内で最も賢い子に割り振る予定のパーツ。私はずっとその役割はゼッカちゃんが向いていると考えていた。ただ賢いだけではなく、ご主人と思考回路が似ていて、共有する相性がいいことも考慮している。何せ今のご主人の思考や性格はゼッカちゃんがベースだから合わないわけがない。むしろ浸透するようにご主人の思考に馴染む。私やネルたちもそこは確信していた。いつかじゃない？今ゼッカちゃんは試さなければいけないんだ。専属神としてふさわしいかどうかを。だからといって妥協で選ぶわけにはいかない。欲しい素材。だけどこっちから仕掛けに出るわけにはいかない。ゼッカちゃん、専属神になる決心はありますか？いいね、踏み込んだぞ。現状ゼッカちゃんはご主人から専属神を承認され、私から不承認を受けている状態です。ここで私とゲッカちゃん、二人の試練を行い、私が納得すればゲッカちゃんは専属神になれます。とうとう来た。でも不審や不安な気持ちが強い。私を求めてるというより、現状私しかいないから提案しているような妥協案に感じる。贅沢言ってる場合じゃない。なりふり構わず食いつくべき話だっていうのも理解してる。でもこれで本当にお互い納得できるのかな。時間をかけてって言ったそば、急に試練となれば妥協案と不審に思う気持ちがあると思います。正直妥協案です。ただ妥協と言っても、ゲッカちゃんで納得するという意味ではなく、まだ不完全状態でゲッカちゃんを迎える、タイミングの話です。
もしここで専属神になれば即座に重責を負います。私にはできないことを任せます。理解する前に専属神としての使命を果たしてもらいます。正直言います、もう月下ちゃんしかいません。この現状を覆し正しい道に進めることができるのは、失敗すれば全員破滅です。間違いなく。ご主人の頭脳になってください。あなたが専属神になった瞬間、ご主人と月下ちゃんの思考は共有され、テレパシーのような意思疎通ができます。ご主人たちはメルトリア国で色合わせゲームをしてもらわないといけない。ですが正解に導けるのは兄弟を知っている私のみです。そしてそれを伝える役割を担えるのは月下ちゃんのみです。ここまで説明してもきっと月下ちゃんの心に引っかかりがあると思います。もちろん私も状況が状況だからといって手抜きはしません。本気で戦いましょう。月下ちゃんが私に勝てば合格、私に負ければ不合格、もう次なんて求めません。月下ちゃんが使えないなら別の手を考えるまでです。わかったわ。そこまで言われたら納得した。メリアちゃんのベストじゃないってだけで本来通りのことを早めて行おうとしてるだけなのね。その試練受けるわ。だけど準備時間はちょうだい。私の運命を決める戦い、しっかり策は考えたいわ。わかりました。では明日の昼頃、場所は。やったー、互いに本気の決戦と言ったね。なら私も部外者とは言えないな。邪魔しないでください。これは私と月下ちゃんの話なんですよ。まあ落ち着けって、邪魔するわけじゃない。むしろ私を抜いて本気の戦いって言っちゃうと嘘になるって話なんだよ。本気なら私はメリアにつかないといけなくなる。月下ちゃんよ、悪く思わんでくれよ。さっきから何者なんですか、あなたは。え、メリアとパトから生まれた世界の王だけど、そんな大事なことをさらっと。というか私とご主人にも月下ちゃんと同じ現象が起きてたんですか。後で話す。それより月下ちゃんよ、あんたも本気というならミガドルエデンの王を呼ばないと絶対に勝てないと思うんだけど。嘘じゃない、ミガドルエデンのことを知ってるなんて。ならこの子は本当に月下ちゃんでユミールと同じクラスの実力者。場所は私のプリズンエデンを貸してあげるよ。暴れたりしたら面倒でしょ。明日戦うのならせいぜい自分の世界の王くらいは説得して表舞台に引きずり出した方がいいんじゃないかね。この子本当にふざけてる。一気に難易度が跳ね上がった。メリアちゃんを倒すってだけでも鬼ハードなのに。まだこの鈍感メンヘラ娘は月下とミガドルエデンの価値に気づいてないからって助けだよ。月下の恐ろしさはミガドルエデンという世界をそのまま出力できること。多分無理だけど極論月下は無条件でミールの力をそのまま扱うことだって将来的にはあるかもしれない。だからわかる奴らは月下を見たり知ってたりすると、月下は別格だって理解できるのさ。もし月下が専属神になれば一番弱いかもしれんけど、世界も加わった時、専属神内で0にも10にもなる最強のジョーカーなんだよ。じゃあしっかり準備しておきなよ。ひ、もっと隠しておきたかったけど、まあ仕方ない。明日ミールと戦えるのを楽しみにしておこっと。そうですね、試練とは試す場。そちらの力も試練者の力であるならば、それも試さなければ進化を判断することはできません。訂正します、月下ちゃんの出せる全ての手段で私を撃破しなさい。どんな手でもいいです。あなたの力であるのならば、それを含め全てを認めましょう。話は以上です。では私は寝室で集中しています。ミガドルエデンの存在は知ってるけど、入ったことないんだけど、どうしよう。もしミールクラスならこの状況どうにかできるんじゃないですか。どうにかっていうのも曖昧だね。今の私はか弱い普通の女の子だし。普通ではないでしょう。少なくともこの部屋に来るためにはお母様とトアミー様の説得に成功してるんでしょう。別に嘘ついてるわけじゃないんだけどな。そもそも問題という問題なんて何も起きてないし、メルトリアは多分メリアが思うような落とし入れることなんて一切考えてない。むしろさっさと面倒な娘をパトに押し付けたくて仕方ないようにしか見えないけどね。あら、ただの親バカだ。断られるのが怖いからその地固めをしてるだけ。疑いすぎるのもどうかと思うぜ、末子。本当のルンめんどくさ。なんで余計なことしか言わないの。私帝王様で忙しいのに。だって見る暇じゃん。そもそも忙しいって言ってもヘブンズハートの連中に丸投げっしょ。なら問題ないじゃん。なら遊ぼうじゃないか。みんなそれを望んでるって。ほらほら。はぁ、
どちらにせよ月下様のところに出張に行ってる子に丸投げだよ。私がそもそも月下様のところに行けるか怪しいし、あの子は無理っしょ。次回月下様の自問自答会、戦闘待ちの皆さんはあと少し待ってねー。あー、血を流したいぜー。M なの。